したたかな女だからな。くたばりはしないと思っていたが。何かおかしいことを言いましたかな。お笑いになっているようで。なんでもない。あやめとはどこで会ったんだ。ほんの偶然でございます。凶弾に打たれ傷つき倒れているあの方をお助けいたしました。何？あいつは大丈夫なのか。必死の介護の結果一命は取り留めました。そうか。たくいなくなったまで心配をかけ合って。やはり裏社会で生きているのか。迷惑をかけたくないということですぐに出て行かれました。ですが一度だけお食事を共にする機会に恵まれました。凄腕の探偵なら知っている。女性以外のことであれば安心して任せられるとかようにおっしゃっていましたな。どうやら本物らしいな。皮肉のスパイスが効きすぎだ。皮肉でございましたか。そういえばあいつと結婚したのは人生最大の汚点だったともおっしゃっておりましたが、まさかあいつとは。そんな話はいい。で、どうだった？その時のレストランは鶏肉ソースが素晴らしゅうございました。おい、あやめはどうだったかと聞いてるんだ。これは失礼。あやめ様はエビとアスパラガスのソテーをお食べになっておりましたな。ワインはおや、眉間に縦じわを刻んでどうされました？なんでもない。アルコールにお強い方でしたな。ワインボトル1本開けておりました。酒にでも溺れてくれればまだ可愛げがあるんだがな。あいつは元気だったか。元気の定義にもよりますが、はつらつとした美しい女性でしたな。そうか、ならいい。あいつが出て行ってもう1年か。どこで何をしてるのやら。話を戻そう。三剣ってやつの手記は読んだ。奥さんは残念だった。はい、主人も悲しんでおりました。何？三剣は生きているのか。はい。どこだそいつは。いえ、私も知りませんので、ある時電報が届き近況などをお知らせくださるので。近況は。私は元気でございましたな。何をなさっているのか、お姿を見せてほしいものです。ぜひ主人を探していただきたくお願い申し上げます。三剣が研究していたというメイドロイドとは何だ。学生の頃は何分専攻が不つぶんでございましたので、皆目見当もつかず。さっきはお嬢様と呼んでいただろう。主人がそうおっしゃいますので。人形に お嬢も土壌もないだろう。三剣ってやつは変態か。主人を侮辱する言葉は控えていただけますかな。変な忠誠心を出すじいさんだな。いいだろう、人形とやらは俺が預かろう。ただし三剣から連絡があればすぐに俺に教えろ。これが条件だ。了解いたしました。どこまで信じていいのやら。つかみどころのないじいさんだぜ。だがアウトフィットとの接点が俺の手に入る。あやめに会う時が来るかもしれない。その人形はアウトフィットが追っているって話だ。単なる人形ではあるまい。どのようなものかは存じません。何せ私は不都分先行。どうあっても白を切るのかい。これは心外。本当に知りませんので。三剣になったらたっぷりと灸を据えてやるぜ。行っちまった奥さんの分もな。私の分までお願いいたします。御剣を信奉しているのではなかったのか。主人を敬う愛の無知で、くれぐれもお嬢様をお願いいたします。その人形にはどんな秘密があるんだ。存じません。ではいつまで預かればいい。10日ほどお預かりいただければ。10日か。何か意味があるのかい、この数字には。なんとなく。呆れるね。どうやって連絡を取ればいい。携帯は。盗聴防止のため携帯は使用しておりません。俺と同じか。私は主人を探しております。連絡の時はこちらより。気に食わないことばかりだが、あんたはなぜか憎めない。人はそれを人徳とおっしゃいます。じいさん、あんたは確かに憎めないが、俺はそこまでお人よしじゃない。さようでございますか。じいさんの依頼を受けるとも言ってもいないぜ。組織から狙われてる人形を預かるなど割が合わんよ。お嬢様の容姿を知っているのは御剣様とこの私だけでございます。つまり誰も実際の姿を見たことがございません。ガルシアって共同開発者は？無論近寄ってよく調べればすぐにそれと知れるでしょう。しかし最終的な仕上げは御剣様がおやりになりました。つまり警護は意外に楽ちんだと、こういうわけかい。いいかじいさん。なんでございましょう。あんたらはアウトフィットに敵対するかもしれんが、敵の敵は味方とは考えられんのが世の常でね。いかがでございましょう。阿行様のお値段をご提示くだされば。なるほど、金で解決しようってわけか。いいだろう。してそのお値段は。そうだな、250万円はもらおうか。10日間の俺の拘束料金だ。ふっかけましたな。これでもバーゲンセール中さ。であるならばもう一つお願いを聞いていただきたく存じます。今度はあんたの介護でも頼まれそうだな。お嬢様は闇の組織に狙われております。しかしながらある重要な情報をお持ちでいらっしゃいます。重要な情報。アウトフィットを壊滅させる情報と聞き及んでおります。お顔が引き締まりましたな。なぜ今それを引き出さない。パスワードが不明でございます。そのパスワードは何かのキーでお嬢様から引き出すことが可能でございますが。まさかそのキーとやらを俺が探すわけじゃないよな。さすが阿行様。言っておくが、もう100万円上乗せいたしましょう。気前がいいな。戦時中、特攻前の兵士には寿司が振る舞われたそうだ。阿行様ならきっとやってくださると信じております。確約はできん。とりあえずお嬢様が10日間無事であるならば言うことはございません。ついでにできるものならやっとけと、こういうわけかい。よろしくお願い申し上げます。くれぐれも深夜2時から2時半の30分間だけこの家の電子錠が解除されますからな。メモってください。わかったよ。深夜の2時から2時半の間だけこの家に入れるんだな。夢夢お忘れのないよ。どうも妙な成り行きになっていきそうだ。御剣真由美を語ったあの女も、女は魔性のものだ。心の中じゃ1ミリも思っちゃいないことでも涙を流して俺に懇願できる。本当の御剣真由美は俺を探し求めていたのかもしれなかった。運が悪かったな。生きている時に会ってみたかった。みつるに秀一とはいかなる人物か。未だ行方知れずのドクターとそれを追い求める女だが、俺に例の才能がある限りいずれまた会う時が来るだろう。その時まで本案件に関して報告しておこう。